皆さんこんにちは。今回は10月11日にリリースの決まったスターレール。こちらの QA を動画にしていきます。まず、予約注文が有料なので、無料じゃないのかって懸念してる人がちらほらいますが、事前注文だからアイテム付きだから有料で、本リリース後は無料で陳列されるはずです。あとはいつも通りオンラインゲーム。データの共有は同一サーバーでは可能です。ですが、違うサーバーだとできないので、PS アカウントの言語をアジアなら日本赤である必要あります。北米赤とかだと、アジアサーバーのデータは使えないはずです。そして、ゲームのプレイに PS プラスは原神同様に必要ないです。ですので、PS5 さえあればオンラインプレイ可能です。あとは、事前登録の人数次第で報酬に。知恵の庭公園水、朝食の儀式館。これが1個ととささやかな報酬がもらえるようです。そして、事前報酬の具体的な内容とかはこんな感じ。あとは、初回ログインでガンマン星4が1セットもらえるみたい。序盤にガンマン星4が1セットあると便利かも。そして、予約注文について。予約注文は、買いたい人だけ買ってね系です。このガチャチケットは工場チケットなので、限定ガチャに使えません。一応、リリースまでに購入してると特典が追加されます。ただ、基本的に買う価値がありません。序盤からスタート脱出したい人はいいかもですが、そういうレベルですね、あんまりおすすめできません。ということでリリースは10月11日。リリースは朝7時かな？楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。さようなら。